皆さんこんにちは、ことねです。今日は私の寮のルームツアーをしたいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。では始めます。はい、私がこの寮に住み始めて約1年経ちました。私が住んでる寮の名前はですね、ドンバンクガーデンズっていう、バース大学の大学院生が、住んでる大学院生専用の寮になります。ということで、まず、バスルームから紹介していこうと思います。はい、こちらは、はい、こんな感じです。なんとですね、バスタブがあるんですね。ここがね、私がドンバンクガーデンズに決めた理由でございます。このためだけにこの、ドンバンクガーデンズにしました。他のね、バス大学の寮にはおそらくバスタブはないです。ここの寮だけです。なのでこれが決め手でございます。はい、でバスタブはまあこんな感じで、はい、こんな感じでシャワーヘッド一つここにあります。はい、あとはまあ洗面所ですね。で鏡でしょ。でトイレがこんな感じでありまして、はい、こんな感じでタオルをかけておくスペースとか、何か物を置いておくスペースなどもあります。で収納もこんな感じで、はい、バッチリございます。はい、ここはとってもね、トイレとお風呂が広いです。他の寮と比べてもかなり広い方だと思います。はい、まあ、全体的にですね、このお部屋はとても他の寮と比べて広めになってます。はい、メリットがね、広めで、まあ、さっき言ったようなバスタブがあるっていうことなんですけど、デメリットがですね、ちょっと古いですね。はい、ちょっと建物とかお部屋がまだ古くて、床がねちょっとねきしんでるっていうか、なんか古いなって感じたりとか、はい、設備がねちょっと古めです。はい、そこが大丈夫だよっていう方にはおすすめしたいですね。で入り口がこんな感じなんですね。で開けると、まあまずここに、ハンガーラックですかね、何かかけられるものがありまして、でここにゴミ箱があります。でまあ電気はここでこうやってつけたり消したりしますね。でまあちょっとこうやって通路がありまして、はい、こちらが私の部屋でございます。ちょっと、はい、広角で撮りますね。はい、まずですね、こちらに、サインボード、なんて言うんですか、掲示板じゃなくて、何かこう、こう、ここにね、ピンで貼っておくことができます。そういうようなものです。はい。で、こんな感じで棚がありますので、いろんなものを置けますよっていうことです。あとは、はい、テーブルですね。テーブルも引き出しが、1、2、3、4つありまして、収納がバッチリでございます。はい、収納スペースバッチリです。で、こちらがですね、セントラルヒーティングシステムの、ラジエーターです。冬になるとなんかね、10何度以下って、多分13度以下とか決まってるんですけど、13度以下になると、自動的にこれがついて、ここがね、あったかくなる仕組みになってます。はい。それ以外は、つかないです。なので、はい、全部、これは、その日の寒さによってつくかつかないかっていう感じです。で、ここに、まあ、調節できるようなね、はい、ものもついてます。はい。で、こちらがカーテンですね。で、ビューはこんな感じです。はい。私の部屋はまあ、外からなんだろう、今ちょっと夜なんで見えにくいんですけど、木が見えたりとか、はい。若干ね、まあ自然な感じがあります。はい。で、窓はこうやってね、こうやって開けますね。はい。はい、こんな感じです。で、こちらの窓のデメリットは、
網戸がないです。なので虫が入り放題でございます。なので私はあんまりね、長いことは窓を開けないようにしておりました。はいはい、次ですね、こちらベッドでございます。はい、こちらはシングルベッドですね。はい、シングルベッド、まあ結構快適でしたよ。でベッドのマットレスと、あと希望者はですね、このベッディングっていうんですかね、このデュベット、布団と布団カバーと枕と枕カバーが入居の時から借りれます、無料で。はい、なので私は借りてます。でちょっとこの枕の調子が私は合わなかったので自分でこの枕買いましたが、まあこの枕でも大丈夫な人は寮のやつを無料で借りることができます。1年間です。はい、でですね、ベッドのマットレスは結構なんだろう、私のところは固めでした。なので結構私は好きな感じでしたね。はい、でまあこういう感じでベッド横にちょっと物を入れるスペースがあったりとか、物を置くスペースあったりとか、あとコンセントもありますので、こうやってスマホの充電ができますね。はい、でベッド下もですね、まあこんな感じでかなり、余裕がありまして、いろんなものを入れることができます。でベッド下にこういう感じで一個ね、引き出しがありまして、この引き出しにも、はい、またいろんなね、ものを入れることができますので、この量はね、本当に収納スペースがたくさんあります。なので物が多い人とかね、とてもねおすすめですよ。はいはい、こちらがクローゼットです。はい、クローゼットもかなりたくさんお洋服が入ります。で姿見もちゃんとこちらにございますので、はい、便利です。 あと忘れてた、このライトもねちゃんとつくんですよ。はい、こうやってね、なのではい、夜ね、私はこのライトつけて、このライト消して、ちょっとスマホやって寝たりとかしてました。でここの床がね、あのフローリングなので、私はこうやってクイックルワイパーを買って、こうやってね、はい、毎日モップがけしておりました。なのでクイックルワイパーがあるととても便利だと思います。これはね、ちなみにアマゾンで私は買ったんですけど、イギリスのセインスプリスとかスーパーでも買えたりします。はい、そんな感じですかね、お部屋の紹介でした。ちなみにですね、こちらのお部屋は、トンバンクガーデンズという寮はですね、バススパ駅、バースの、主要な駅から歩いて15分ぐらいで、あとはシティセンターっていう街の中心部まで行くのに歩いて10分ぐらいで行くことができます。で、セインスプリーズというビッグな大きなスーパーが、まあ、徒歩12分ぐらいでありますし、まあ、近くにね、あのポーリッシュスーパーマーケットって言って、ポーランドのスーパーとか徒歩5分であったりとかしますので、あとはパブもですね、徒歩3分ぐらい歩くとパブがあります。なのでいろいろとね、まあ、若干他の寮と比べたら駅に行くとかシティセンターに行くとか遠いというか、まあ、歩かなきゃいけない。他の寮はシティセンターのど真ん中にあったりとかもするので、であとは大学もですね、バスに乗って、まあ、25分とか30分ぐらいかかります。はい、なのでちょっと大学からも遠いですね。はい、なのでまあ立地とか、なんだろうな、スーパーの場所とか、まあ自分のニーズに合わせて寮を選ぶといいかなと思います。ちなみに私はこの寮を選んでとっても正解でした。はい、まあなぜかというと、先ほども言ったようにバスタブがあって、冬場ねめちゃくちゃ寒いので毎日お湯に浸かれたのが本当に助かったっていうことと、あとはね、意外とねシティセンターまで徒歩10分でも、まあ、歩けますし、大学もですね、大学に週に4回とか行っただけで、そんなにね毎日行くっていうわけじゃなかったので、なんだろう、休みの間とかもね毎日行ってるったわけじゃなかったので、
まあ私的には全然それも不便ではなかったなと思います。でバス、大学のバスもね、ここから徒歩5分ぐらい歩くとあのバス停があるので、すぐバスに乗ることもできました。はい、なのでこの量私はすごくおすすめです。はい、っていう感じですね。はい、ということで、この量に関してですね、何か質問ございましたらコメント欄によろしくお願いします。皆さん、私の、イギリスでの最初のお部屋いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回も見てください。バイバーイ。